はい、それでは、この世界最先端の農業技術を詰め込んだ、アグリストファームのサスタグラムファームがですね、本日無事、引き渡し日となりまして、このように完成いたしました。ということで今日は、代表取締役 CEO の畑さんと CTO の畑さんと一緒に来てます。畑さんどうですか、感想。いやー、ここ入っていただくといきなりドンとこのサスタグラムファームが現れて、確かに存在感あるな。結構軒高もね、高い、ね、高宮さんの G キャスマウスですけど、環境制御もしやすくて、あとちょっと上映してもらうロボット用のレ、ね、ール、ワイヤーも標準装備というか設置してみようかなと。まあまさに最初から言ってたこのロボットに最適化されたハウスができたというところですよね。下にレールも敷いてある、はい、地面走るタイプのロボットですとか、はい、自動化みたいなのも今後やっていけるかなと、うんうんうん、なので上のロボットも下のロボットも動くっていうのは、うん、多分世界中探してもないと思うし、この上のね、このレールもすごいし、僕も海外いろいろ見に行かせてもらいましたけど、こんなの見たことないんで、うん、おそらく世界中から視察が来るんじゃないかと思います、うん、さあここでどんな農業をやっていくんですか。やっぱり自動化していくっていうのは当然そうですし、うん、この栽培技術自体もピーマンとかそんなにまだ普及してないところですけど、うん、まさにこう視察とか来ていただいて、この栽培方式が普及することが逆に我々 の、 その収穫ロボットが自動化しやすい農業になっているから、なんかそこの、モデルショールームでもあり、かつアグリストとしてもここできちんと栽培の実績を出していくような、そういう場所になります。鹿児島県東串良に最先端農業の、現場ができましたので、ぜひ皆さん、遊びに来てほしいなと思いますし、ここからですね、新しい次世代農業をどんどんデザインしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。